名古屋市交通局は愛知県名古屋市内及び周辺地域で公営交通事業を行う名古屋市の地方公営企業の事業組織である。略称は名指向。名古屋市交通事業の設置等に関する条例に基づき自動車運送事業及び高速度鉄道事業を運営している。交通事業の管理者は交通局長である。かつては名古屋市電や 名古屋市イトロリーバスも運行していた。マスコットキャラクターは名古屋市長であるマルハチと名古屋城の近社地にちなんだハッチー。各事業の詳細は以下の項目を参照。公営事業体による高コスト体質から赤字経営が続いていたが、職員、経費などの削減により、市バス部門は2006年度以来黒字を続けており、地下鉄も2008年度には27年ぶりに、 黒字となった。ただし、地方財政健全化法に基づく資金不足比率の計算においては、バス事業が資金不足と判定されたため、2009年度より期間がおおむね8年の経営健全化計画を策定することになった。なお、2013年度決算で資金不足比率が経営健全化基準を達成したことにより、3年前倒しで、 計画は完了した。ありがとうございます。